会長、本日のスケジュールですが、先ほど柏木様よりお電話があり、緊急で幹部会を開きたいとの申し出がありまして。そうか。夕方からは IT ベンチャー協会の会合が予定されていますが、いかがいたしましょうか。キャンセルだ。本家からの呼び出しだ。行かないわけにはいかない。了解いたしました。中国っていうのは不思議な国だよな。鳩やカエル、地方によっちゃ犬猫まで食うっていうじゃねえか。自分が生きるためなら何でも食う。俺はよ、オーナー、そんな中国って国尊敬してるんだぜ。人様の国に土足で踏み込むその根性、あんたも立派なマフィアの一人だ。私はマフィアじゃない。ただの料理人だよ。仲良くしようぜ、陳さんよ。隣のその隣の店も全部うちに金入れるって言ってんだ。月に100万。100万？あんたらが今まで日本人からぼったくった分からすりゃ安いもんだ。なに、足りなくなったら店の権利書もらうだけだ。あんたには別の店でコックとして働いてもらう。無理だよその話。中国の包丁はよく切れるな。これだったら人間の首も真っ二つだ。試してみてえな。陳さんの料理がうまいって評判じゃねえか。親父、本家からの呼び出しです。六代目の件で話があると。無理だよ。あん？そうか。ま、無理なら仕方ない。怖がらせるようなことしてすまなかったな、陳さんよ。これは迷惑料だ。取っておいてくれ。うん？俺は陳さんと一緒に仕事がしたかっただけなんだよ。悪かったな、邪魔して。気が変わったら連絡してくれ。それじゃ。Yeah!
今から10億ですか。おや、10億の現金を持って今から来いや。神田の兄貴、何しでが好きですか。戦争や。戦争？今日から東条会の跡目争いが始まるんじゃ。兄貴、六代目はまだご存命だ。その話をするのは早いでしょう。しゃがし、つべこべ言わんと早く金持ってうんかい。わかりました。まったく勝手な人だ。金持って帰れ。せやから何が不満やねん。金やったら払う言うとるやろか。受け取れません。ホストが何言いとんじゃ。桐生さん。桐生さん。というわけで四代目は、うちら取り込み中なんで、今日のところは帰ってもらえますか。いや、そうはいかない。お前らの腹聞かせてもらおうか。それやったらうちらに喧嘩売ったんは四代目班の方いうことになりますが。ああ、それで構わないぜ。そういうことや。お前ら手掛けはいらん。ここにいる全員殺してるや。カズマちゅうことか。かなわんわ。さあ、お前らの腹聞かせてもらおうか。もう遅いわ。柏木のおっさん殺されて。何？戦争は始まったんじゃ。